皆さんこんにちはレックセン工事の根本です。ここでは平成三十年度使用書士試験民法相続どのあたりが危ないか、それをこの動画内で紹介していこうと思います。今この画面に載っているものは民法相続十五年からどれがどれだけ出ているかというのがまとまっています。実はこの民法相続かなり特徴的な出題傾向があります。 ここに載っている「意置表示代理事項この中から少なくとも2問多い年は3問ここから出るんです例えば15年を見ると意置表示無権代理事項創設と3問ここから来ています16年見ると代理一般そして消滅事項と出ています17年を見てみると 作語表現代理そしてて消滅事項と出ていますつまりこの3つの方は3問中少なくとも2問下手すれば3問出るという非常に大きなところですだからこの3つの分野はしっかりやっておくべきところになります。じゃあそれぞれの分野でどれが危ないかここに載っているのが意思表示の分野です。 二丸丸にになななっってていいるのののが一問丸単純な丸は足レベルのものになっていますこの4つの中で一番多く出ているのはどこかというと3番に載っている虚偽表示です。でこの虚偽表示今2年間全く出ていません。この中から一問出るんだって考えれば一番危ないのはこの虚偽表示でしょう。 次は代理の分野ですで代理の分野ですがほとんど毎年のように出るそして2年連続出なかったことは1回だけありますがそれ以外はほとんど毎年がやいて1年です去年出てないということを考えればここはしっかりやるべきところですでしかも出方を見ると代理一般と無権代理、表権代理があるとしたら このように大体交互で来てるんですね。となると二十八が下が来てるってことは次怖いのは上の方代理一般だと思われます。その下を見ると詳細代理一般どういうものが出ているかが載っています。でこの中で代理一般が出るときまず出る脚論点があります。 代理行為のです26の時は出ていませんがそれ以,来以外はほぼ毎回出るのがこの論点代理行為の瑕疵ですここはちゃんと見ておいてください次は時効です時効はほぼ毎年のように出る論点です22年23年は出ていませんでしたというのも実は21年 時効だけででで問出出たたんんすすよ時効祭りというほど多く出たんですだから2年連続出題が止まったんですがそれを飛ばせばあほとんど毎年のように出ているで出る論点ほとんどと言っているほど一番上の創設ばっかりですなんで危険なのはこの創設の部分だと思います以上の3つえ虚偽表示代理一般 あとは時効の創設ここはしっかりやってほしいところです一方手を抜いていいという分野もありますこれが民法の出題マップどの年にどれだけ出ているかというのを載っていまして一番右の方には今回予想した A としているものこれは一番危険だよというのを ABC で振っています 一方、この辺りは手を抜いていいかなと思うところが2か所。1つが、権能なき社団です。もともと出題時代が多くない、16年止まっています。なおかつ、えー、一般法人がある以上、これをあえて権能なき社団の方で出すとは思えない。ここは、そういうの理屈を確認するぐらいにして、深く掘り下げない方がいいと思います。もう1つが 心理流法これって一問単体で出ることがないんですね代理権の乱用そこの累推適用の場面でしかこの試験では出ませんだからここも深く掘り下げる必要はないでしょうこの A についているものはしっかりとで C のところにはもう完全に手を抜くあとはどれだけ他の分野をやるかだと思いますで、他の分野についても少しだけ濃淡をつけています 一つが、不在数失踪宣告です。というのが、この出題の傾向を見ると、連続しがちなんですよ。連続しがちで、去年、行為能力が来てるってことを考えると、ちょっと怖いところではあります。もう一つ、それが詐欺脅迫です。 一番多いのが虚偽表示ですが次が詐欺脅迫で間隔123456年空いていますあともう一つ条件起源です結構多く出てる論点が123455年も出ていない。 なのででこの辺りはできるだけ優先的にやってほしいところ,ですいろんなことを言いましたが真っ先にやらなくちゃいけないのはこの A についている虚偽表示代理一般時効創設でその次に順次してほしいのが失踪宣告詐欺脅迫条件期限とで手を抜いてほしいのが権利能力なく遮断とそして心理留保ということになります。 この辺りが早速のところの出題予想になります続きまして物件となりますがここからは有料ですえ毎年こういう形で全ての科目全ての分野について出題可能性が高いものそして低いものでこちら中間ぐらいだけどできるだけやってほしいものといったものを指摘する講座をやっていますそれが私がやっている 予想論点総まとめ講座というものです通信教材はもちろんのこと生クラスでもいろんなところで実施しますもし6時間時間が取れれば受講を考えてみてください本日の動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました